ザック・デューク、ザック・デューク、ザック・デューク、本名、ザカリー・トーマス・デューク、ザカリー・トーマス・デューク、1983年4月19日帯は、アメリカ合衆国テキサス州、ボスキー軍出身のプロ野球選手、投手、左投げ左だ。現在は、フリーエージェント、FA、の、MLB ドラフト20巡目、全体594位で、 ピッツバーグパイレーツから指名され、7月31日に契約。ルーキー級、ガルフコーストリーグパイレーツでプロデビュー。11試合に先発登板して8勝1敗、防御率1.95、48奪三振を記録した。バー A 級、ヒッコリークローダッツでプレーし、26試合に先発登板して8勝7敗、防御率3.11。 113奪三振を記録した。y AQ リンチバーグヒルキャッツと AAQ アルトゥーナ、カーブの2球団合計で、パイレーツ参加のマイナー選手として、最多の15勝を挙げ、142奪三振は2位となった。この活躍を受け、パイレーツ参加の最優秀マイナー投手や、カロライナリーグの最優秀投手に選出された。和 a a 級インディアナポリスインディアンスで開幕を、 迎え、16試合に登板して12勝3敗、防御率2.9266奪三振の好成績を残し、7月1日にパイレーツとメジャー契約を結んでアクティロースター入りした。7月2日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。7回を5安打3失点9奪三振に抑えたが、勝ち負けはつかなかった。 メジャー2試合目の登板となった7月7日から8月18日にかけて6連勝を記録。7月8月と2ヶ月連続で月間最優秀新人を受賞。7月に記録した月間防御率0.87は両リーグ1位、25イニング以上、22イニング連続無失点はナショナルリーグ新人選手としては2001年に、 ロヨズワルトが24イニング連続無失点を記録て以降の最長記録となった。8月23日の登板の後、27日に15日間の故障者リスト入りとなり、9月16日の新シシナティレッツ戦で復帰。この年は14試合に登板し、8勝2敗を記録。新人王の投票では5位に入った。は、開幕から、 先発ローテーションの一角として34試合に、当番。ホームで9勝4敗と勝ち越したが、一方、アウェーでは1勝11敗と負け越した。3月7日に、パイレーツと1年契約に合意、初の開幕投手を務めるも肘を痛め、6月1日から15日間の故障者リスト入りし、8月14日に60日間の故障者リストへ移動した。 シーズン終盤の9月に復帰を果たし、シーズン終了までに3試合に登板した。この年は20試合、先発19試合に登板して3勝8敗、防御率5.53、41奪三振を記録した。3月10日に、パイレーツと1年契約に合意、この年は31試合に先発登板して5勝14敗、防御率4.82、 87奪三振を記録した。1月20日にパイレーツと220万ドルの1年契約に合意。開幕後は8勝8敗。防御率3.29の成績で右肘を痛めたマット・ケインに代わり、オールスターに選出された。パイレーツの先発投手としては1995年のデニー・ネーグル以来14年ぶり。オールスター以降、3勝8敗。 防御率5.17と調子を落とし、リーグワーストの16敗を期した。1月19日に、パイレーツと1年契約に合意。この年は29試合に先発登板して8勝15敗、防御率5.72と結果を残せず、オフの11月19日に、リーフとなった。2010年11月24日にとのトレードで、アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。 12月2日にダイヤモンドバックスと350万ドルの1年、契約2012年550万ドルのミューチュアルオプシン付きに合意した。3月30日に左手の骨折で15日間の故障者リスト入りし、5月28日に復帰した。この年は21試合に登板して3勝4敗、防御率4.93だった。チームはディビジョンシリーズに進出したが、 ロースター入りすることはできなかった。オフの10月31日にダイヤモンドバックスがミューチュアルオプションを破棄したため FA となった。1月27日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。スプリングトレーニングでは4試合に登板したが0勝3敗、防御率11.30と結果を残せず、開幕前の3月27日に自由契約となった。 その後、3月29日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。開幕後は、参カのトリプル A 級シラキュースチーフスで26試合に登板して15勝5敗、防御率3.51、91奪三振を記録した。9月3日にナショナルズとメジャー契約を結んだ。昇格後はリリーフとして8試合に登板し、1勝0敗、防御率1.32、 10奪三振を記録した。オフの12月3日に、ナショナルズと1年契約に合意した。は開幕ロースター入りし、開幕後はリリーフとして12試合に登板したが、1勝1敗、防御率8.71と結果を残せず、6月4日にリーフとなった。その後、6月10日に自由契約となった。2013年6月13日に、 レッツとマイナー契約を結んだ。契約後は、トリプル A 級、ルイビルバッツでプレイしていたが、8月3日に自由契約となった。8月13日に、レッツとマイナー契約で再契約した。トリプル A 級、ルイビルでは26試合に登板して2勝0敗、防御率1.30、34奪三振を記録した。8月30日に、レッツとメジャー契約を結び、 14試合に登板して、0勝1敗、防御率0.84、7奪三振を記録した。オフの10月31日に FA となった。1月15日にブルワーズとマイナー契約を結び、3月25日にメジャー契約を結んだ。開幕後はリリーフとして起用され、自己最多の74試合に登板。5勝1敗、防御率2.45。 74脱三振と完全復活を果たした。オフの10月30日に FA となった。2014年11月18日にシカゴホワイトソックスと総額1500万ドルの3年契約を結んだ。2年連続70試合以上となる71試合に投げて通算350試合登板を突破。だが60.2イニングで本塁打を9本も浴びて、 防御率も前年から1.00近く悪化するなど、やや調子を落としたシーズンとなった。モブルペンの中心格として、フル起用され、シーズン途中の時点で53試合に登板して2勝、0敗1セーブ、防御率2.63、ホイップ1.25という好成績を残していた。特に際立っていたのは、脱三振率の高さで、37.2イニングで42脱三振。 脱参審率10.0を記録していた。7月31日に、チャーリー・ティルソンとのトレードで、セントルイス・カージナルスへ移籍した。カージナルス加入後は調子を上げ、28試合のリリーフ当番で、防御率1.931対1セーブホイップ1.29、脱参審率10.0という好成績を記録した。課題としては、支給を出す頻度が高く、 予死休率は5.0だった。なお、ホワイトソックスとの合算では、81試合のリリーフ当番で、防御率2.362勝1敗にセーブ、61.0イニングで29死球、68奪三振、ホイップ1.26という素晴らしい成績が残った。当番試合数は、同年のメジャー全体2位だった。シーズン終了後に、トミー・ジョン手術を受け、 シーズンは全休の見込みであったが、7月22日あのシカゴカブス戦で復帰した。オフの11月2日に FA となった。2017年12月26日にミネソタツインズと1年契約を結んだ。7月30日に都のトレードで金銭と共にシアトルマリナーズへ移籍した。オフの10月29日に FA となった。2月11日に レッツと1年200万ドルの契約を結んだ。7月1日にディーフとなり、6日に自由契約となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。